何話してんだ。なれなれしい野郎だな。ああ、こいつあれですよ。キーリカで会ったじゃないですか。あ？ほら、ビサイドオレカのやつで優勝するとかほざいてた。ああ、あのおめでたいやつか。ひどい言い方。そりゃ仕方ない。突然オーラカが強くなるはずないもんな。俺が入ったら強くなるんだよ。そう、強くなるんです。ザナルカンドのチームのエースだった人ですからね。はっ、そりゃまたすげえ場所からいらしたもんだ。遺跡にもチームがあるとは知らなかったよな。遺跡じゃなくて、ちゃんとした大きな都市があるんです。あのさ、俺、真の毒ケニア…あるんだよ、本当に。召喚師様ってのは、わけがわからねえや。どうしたの？なんか、ムキになってなかった？あの人たち、失礼だし、それに君のザナルカンドはきっとどこかにあると思う。どうして？ジェクトさんに聞いてからずっと憧れてたんだ。いつか行きたいなって思ってた。ね、帰れるといいね。うん。俺ん家来る？とか言いたかった。そう言えない理由を考えると悲しくなった。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら？その時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと？どうすれってんだよ。言うなら、ガードに従ってる。ああ、それそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰？俺だってのかよ。俺だよね。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ？ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でも、それ本当なのか？本当にジェクト様の息子なのか？真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの？考えてっけど、結局あいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ？まともなこと言うじゃない。ひどうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら？何を？ユーナのガードになること。なんで俺が？ユーナからは言えないでしょ。なんで？父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う？君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか？分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。あいつ、父親が嫌いなのか？そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺、両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから、少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。
これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。何が特別だってんだ。あ、すっげえ。なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。ジェクトシュートだよね、さっきの。あ、なんで知ってるすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ふん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな。何より先にぶん殴る。あいつのせいで、俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナなら、わかるだろ？ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ？この世界の人は、みんな知ってるよな。うん。嫌じゃないか？時々、父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。お、俺は？もっとかわいそうだね。で、さっきのもう一回やってくれ。ああ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。
さあ、出場チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが、そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ、続いて出てきたのは、おーっと、あれは伝説のチームビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説、あまりにも勝てない奇跡のチーム。23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついてるらしいぞ。怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうですね。さーて、次行きましょう。次、続いての登場は、来た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 、我らの英雄ルカゴアーズ。パワー、スピード、テクニック、チームワークとファインプレー、全てを兼ね備えた最強チームがルカの町に帰ってきました。文句なしに最も優勝に近い最高のチームですね。去年に引き続き今大会も制覇して伝説に彩りを加えることでしょう。そうです、その通りです。ご覧ください、この盛り上がり。まるでルカの街全体がゴアーズの栄光を祝福しているようではありませんか。街は知っているのです、勝利をつかむ英雄の名を。そう、その名はルカ・ゴアーズ。まあ毎年こんなもんよ、いちいち気にすんなって。調子乗んなよゴアーズ。お前らがでかい面してられんのも今のうちだからな。今年の優勝は俺たちビサイドオーラカがいただく。このすっとこが、恥かいたぜ。でも目立ったぞ、スフィアに映ったぞ。映ったって？うん、映ったか。マイカ総領事ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか。マイカ総領事がご到着なさるの。マイカ総領事？マイカ総領事はエボンの民の頂点に立つお方、聖ベベル宮からご観戦にいらしたの。総領事の在位50周年記念大会だからね。50年、いい加減引退した方がいいんじゃないの。おい、言葉を慎めよ。私たちも迎えに行こうよ。見えないっす。グアド族だよな。誰かしら。もしやシーモアロシ。盛大なる歓迎、
誠感謝に耐えぬ。たたれよシーモア老子、皆も顔を上げよ。この青年は先頃異界の住人となったジスカル・グワド老子の意地である。すでに知る者も多いが、こたび正式にエボンの老子となった。恐れ多くも老子の位を授かりました。シーモア・グワドと申します。生前父ジスカルは人とグワド族の友好を何よりも望んでおりました。志半ばで倒れた父の理想を実現すべく、神明を賭して職務に励む所存にございます。ほらお前も祈っとけ。気合い入るよな。よし、試合前のミーティングだ。行くぞ。ワッカは？トーナメントの抽選数。去年は1回戦でゴアーズと当たっちゃって。その前も、その前の前も。ま、どこと当たっても負けてたんだけど。ワッカさん！初戦の相手はアルベド・サイクス。その後は決勝だ。そう、俺たちはシード権をゲットした。2回勝てば優勝だ。気抜くな。初心に帰って基本ルールの復習だ。聞いて、カフェでアーロンさんを見たって人がいたの。あ、アーロン？そう、アーロンさん、会いに行こう。おい、おい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 、試合開始はすぐだ。早く戻ってきてくれよ。任せとけよ。よし。あ、わかわか。硬い。え？いや顔じゃなくて顔怖いの。硬い。リラックス。そう。あ、そうそうそういう感じ。そう。まだ。うん、はい。これでジェクトさんの消息もわかるかもね。あ、なんで？アーロンさんも父さんのガードだったの。だからジェクトさんのこと何か知ってると思うんだ。早く行こう。ユーナが言ってるアーロンとザナルカンドで出会ったあいつ、別人かもしれないなんて全然考えなかった。なんでか知らないけど分かったんだ、同じやつだ。召喚師ライアカ、ラフィアル・ヌア。あ、アルベド・サイクスだろ。俺この前アルベドに世話になったんだ。リュックって子に飯食わせてもらってさ。あ、言葉通じないのか。まあ、なんていうか、リュックに会ったらよろしく伝えてくれっす。それから一回戦よろしくっす。you
すみません、通してください。さあ、行こう。すごいね、雪だな。ユウナ！あ？な、何？ザナルカンドではブリッツの時こうやって応援するんだ。ユウナもやってみ。指をこういう風に開けて。こう？ああ、そうじゃなくて、こう、うんうん、で、思い切り吹く。ダメみたい。練習っす。そうっすね。もしはぐれたら、それで合図な。そしたら、俺すぐに飛んでっからさ、うん、ま、吹けるようになるまでははぐれないようにするってことで。了解です。結構人多いな。ルカはスピラで2番目に大きな町だよ。どこもビサイドやキリカみたいなものかと思ってた。町がね、大きくならないの。人が集まってきて町に活気が出てくると、シン、うん、ここは安全なのか。ここも同じ。でもスタジアムがあるでしょ。だから討伐隊の人たちが命がけでシンを追い払うの。スタジアムのために。ブリッツの試合が開けないと楽しみがなくなっちゃうからね。スピラには楽しいことあまりないから。くわー、選手は責任重大だな。そうだよ。ねえ、ザナルカンドもこんな風なの？ここよりずっとごちゃごちゃしてる。でかい建物がぎっしりでさ。きっとすごいんだろうな。私目が回っちゃうかも。アーロンさん、探そう。ああ、いないみたいだ。うん、聞いてみよっか。なぜ黙る決まり。10年会わなかった遠家にどうして答えない。決まりは遠家を忘れたか、ヴィラン体系を忘れたか。責めるな遠家、決まりは小さいロンゾだ。背が低い、顔が見えない、ヴィランと遠家がわからない。ロンゾの同胞を忘れたか、恩知らず。角が生え変わるこの可愛がった。ヴィラン体系は決まりを鍛えて強いロンゾに育てた。やりすぎたが。やっちゃえば。試合が始まるぞ。揉めるなら外でやれ。外で。まずいっす。今日この良き日にスピラ全土から選手たちが集った。鍛え抜いた力と技を正々堂々
競い合うためである。いずれ劣らぬ強豪たちの誰が優勝しても不思議ではない。勝敗の行方は誰も知らぬ。それゆえ我らはただ称賛しよう。勝者の栄誉をたたえ、敗者の力投をたたえようではないか。全選手諸君、健闘を祈る。キマリ、ユナがいない。あんたたち何してたのよ。あ？ユナがさらわれたわ。アルベド・サイクスの仕業。無事に返してほしければ一回戦で負けろって。きったねえ。犯人がただの選手なら手荒な真似はしないと思うけど、万一ってこともあるわ。助けに行くわよ。俺も行く。大丈夫だって。23連敗中のチームにわざと負けろなんてさ、そんなこと言うチームなんて大したことないって。ワッカたちもそう言ってたわ。試合は何とかするからユーナを頼むって。4番ポートにアルベド族の船が入港している。乗り込むわよ。さあ、ビサイドオーラカ必死のディフェンスによって懸命に同点を守っています。これはまたひどい。しかしレフリーはファールを取りません。もうワッカ選手限界ギリギリでしょう。おし、頑張ってんな。あまり長続きしないわ。ワッカはいつも。きついっすね。行くわよ。乗り込むわよ。
痛めつけてやった？ちょっとだけ。どうしたの？俺、スピラに来てすぐにアルベド族に助けてもらったんだ。船に乗せてもらって飯も食わせてもらったし、そん時の船かなって思ったんだけど、違うみたいだ。みんなやられちまったのかな。何かあったの？船の近くに芯が出たんだ。俺は助かったけど、船はどうなったかわからない。あのさ、その船にシドって人いなかった？わかんないな。言葉も通じなかったしさ。そっか。その人知り合い？おじさんなの。会ったことはないけど。ふーん。あれ？ってことはユーナもアルベド族？お母さんがね、そうなの。シドさんはお母さんのお兄さん。お母さんが結婚するときに縁を切ったんだって。でも困ったときには相談しなさいってお母さんが。そりゃ心配だよな。ユーナの生まれのことはワッカには言わないで。あの人アルベド族ってだけで毛嫌いしてるから。あ、ワッカに知らせなくちゃ。ワッカには内緒にって言ったじゃない。試合？あ、おっと、残り時間30秒。オーラか捨て身の全員攻撃だ。レッティからのロングパース、通ったぞ。おお、シュート、ゴール。ビサイドオーラカ3対2で奇跡の勝利です。勝てたからいいけど、カッコつかないわね。チャップなら最後までちゃんとしてたの。あれ？そういうこと言っていいわけ？突然、何？俺はチャップの代わりにはなれない。ワッカにそう言ってくれたのはルルだ。ワッカだってチャップの代わりなんか。最後まで言ったら怒るわよ。ワッカさん、大丈夫ですか？もうすぐ決勝が始まるってのに、この怪我じゃ。相手はゴアーズだし。待たせたな。ユーナさん、怪我ないっすか？心配かけちゃってごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんだってアルベドなんかに連れて行かれるんだよ。もうその話はいいだろ。もうアルベドとは口聞くなよ。面倒に巻き込まれっからな。もうすぐ決勝戦スタートだ。ウォーミングアップしてる時間はねえ。いけるか？余裕っす。よし。今
今のうちに言っとくことがある。決勝戦が終わったら俺は引退する。この大会が最後だって前から決めてたからな。結果は関係ねえ。勝っても負けても引退だ。でもせっかくだから優勝してよな。おう！俺ベンチっすか？ベンチは俺だ。決勝戦はこいつに任せる。ここまで来たら絶対に優勝だ。ルカゴワーズをぶっ飛ばす。行くぞ。おう。気絶してるとこ見ちゃった。ち、カッコつけどころだったのにな。あんたはあれでいいんだよね。リサイドオーラカの合言葉、優勝だ。ワッカさんのために。おう。